遠藤さん、今日は何をご紹介してくださるんですか。今日はね、これ放送日は過ぎてるんですけど、はい、実は今日七夕じゃないですか。そうですね、うん、ということで星をご覧に入れようかなと思って。星、うん、でもまだ今昼ですよ。それが大丈夫なんですよ。行きましょうか。何、海外でも行くんですか。いやいや、こっから海外って今回遠藤さんが連れてきてくれたのは渋谷区富ヶ谷にある天文関連専門のソフトウェアや書籍などを制作するアストロアーツさん。星空を見るんでしょうか。星をこの中に詰め込んでしまったって、こういうアプリを作ってます。星っていうのは、まあもちろん暗くないと出ませんよね、うんうんうん、夜になって、初めて星が出るんですけど、はい、でも今青空ですけど、うんうん、この青空の向こうには星があるわけですよ。確かに明るいから見えないだけなんですね、はい、そうですね、うん、ということはこのアプリをご覧いただくと、うん、こうアプリを向けるとですね、うん、この星がここに映ってるわけですね、はい、青空の向こうに見えてる星がここに映っちゃうわけですよ。あ、そっか、じゃあ今この向こう側にはこの星が、星が見えてるってことある、あるはず。こちらがいつでもどこでも星空を再現できる iPhone 用アプリ、アイステラ。時間を設定すれば過去や未来の夜空も再現できるプラネタリウムのようなアプリなんです。なるほどね。スマホの中で見る。方角、まあ、東とか西とか苦手なんですよ。でこのアプリだったら方角設定とか必要なんですか。あ、このアプリはですね、最近のスマホはもうみんな方位磁石みたいなものを中に内蔵してるんですね、うんうん、なのでこう空に上げた時にこのスマホ自身がどっちを向いてるか分かってるわけですよ、うんうん、なのでこう向けるとあっちの方の星空、こう向ければこっちの方の星空っていうふうにこう動かすことで星空が動いちゃうわけですね、画面の中に、うん、あ、本当に星が移動しますね、はい、うん、他にも星をタッチするとその星の解説もしてくれる優れものなんです。夢があるよね、うん、このアプリモテますね。モテるこの夏ね、大活躍ですよね。モテる。そうね、こうやって2人でこうやって見てたらこれ、これだよって言って顔がどんどん近づいて、近づいてペタみたいな。そう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 いうのも期待できますね。そんな使い方になったんですねぜひマンガルに書いておきます。それしかないでしょそんなモテアプリですが、Android 用にもスマートステラというプラネタリウムアプリが出ているんです。ではどうしてこのアプリを作ろうと思ったのでしょうか。星座早見っていうのを多分小学校とかの理科の時間でやった、うん、でそんな、まあ、昔の星座早見版があるんですけど、うん、まあ、これをなんとかこうもっと分かりやすくできないか、うん、実際に夜空で見つけた星を自宅のパソコンでもう一度探すのは大変、うん、そこでもっと手軽に何か星を見られるツールはないかな、できないかなってことで、スマホやですね、そういったものを作ってみよう。そこから今このアイステラっていうのを作ってもらいます。また小さい画面では物足りなくなり、プロジェクションマッピングを使ったプラネタリウムまで作っているんです。何それ。プラネタリウムの費用もおよそ10分の1なんだとか。やっぱりこう教育というんですかね、まあ、教育というと硬いと思う、硬い感じがするんだけども、やっぱりこう観察する力とか楽しさとか、そういうののきっかけの一個だと思うんですよね。ちょっと詳しかったりとかして、そうするとちょっとプライドっていうんですかね、実力以上に頑張れるようになる。それきっかけにこの夏ね、お父さんが子供と一緒に見るとかおすすめじゃないですか。やっぱりこれからの季節、皆さんも夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。